最初に初めて滑る方は壁からも離れないようにまず行ってほしいなと思います。最初はもう本当に氷を滑るっていうよりかはまず一周すべすべチャンネル、はい、ということですね。今回はオリンピックを見て、スケートやってみたいなって思った方向けにどうやって滑るのか、靴借りるところからちょっと動画にしていきたいと思います。ということで今日は南船橋のリンクの方に来ております。じゃあちょっとこちらの方に、まず入り口で、チケット買います。だいたい2000円くらいあれば滑れるんじゃないかなって思います。で靴の選び方なんですけど、結構ね人によっては違うんですけど、僕は普通に自分の運動靴を選ぶサイズでいいと思ってます。陸上を歩くのも氷の上歩くのも、まあ、ジャストサイズの方が動きやすいんじゃないかって思ってるので、僕は普通のサイズの靴を選んでるので、まあ、今回はちょっと僕の方法で靴を選んでいきたいと思います。でこういう貸し靴のところってこういう風にしっかり刃と靴をネジで留めてらっしゃるところもあれば、結構もうここが固定されてるやつとかもあるんですけど、こういう靴の方が滑りやすいで、ここに刃があるのがこのフィギュアスケートの靴の特徴なんで、多分リンクに行けばホッケーの靴はね、ここにギザギザがないんですよ。この塔って言われるこのギザギザの部分がない靴もあると思うので、それはちょっとリンクの方に聞いてもらえばわかるかなと思います。でもここのリンクは比較的新しいリンクなのでいいですわ。靴が本当にいい靴、めちゃくちゃいい靴です。素敵、はい、じゃあちょっと実際に履いていきたいと思います。で靴まず履くときね、ここの紐を通してる部分をまずしっかり緩めてあげてください。こういう風にここがねちゃんと緩まってないとちょっと中途半端な靴の結び方になってしまうので、ここはちょっと丁寧にやっていきたいですね。もう本当にね普通に運動靴履くみたいな感じでいいと思います。下の部分はここの部分はもう絶対しっかり結んどいてほしいですね。これ結構紐が長いので紐がこう垂れてしまうとこれを踏んでこてたりする危険性とかがあるので、なるべくこの紐が垂れない程度までこの上の部分にホックをかけて靴を結んでいきます。人に教える時は上からこうホックをかけるって感じですね。クロスにしてでまたこういう風にホックをしてって感じで、でなるべくこの紐が最終的に垂れないぐらいまでグッと結んで蝶々結びにする、はい、本当に紐の短さをこれぐらいにしといてほしいですね。ここぐらいまで垂れててもこの垂れたやつがなんかどっかに引っかかったりとかって結構やっぱあるから、なるべくこう短く、まあ、このね最後のこの蝶々の輪っかも最後ここにかけとく。そうここにね足この蝶々の輪っかに誰かの足が引っかかったりとかっていうのも結構あるので、この輪っかもしっかりこの横にかけとく。これはね結構ポイントだと思います。っていう感じで準備ができたんでリンクに行きたいと思います。じゃあ早速入っていきます。入っていったらここのリンクではこのリンクサイドにヘルメットとプロテクターが置いてあるので絶対してください。皆さんもうヘルメット本当に危ないんで、最初行った時はもう絶対にヘルメットしっかりね、このあとヘルメット緩いと滑ってて結構前にこう行くことが多いんですね。フィギュアってなんかその時にこうなってる人すごいよく見るんですよ。もう前見えへんぐらいでわーってなってる人いるから、ここもうまずお母さんだったらお子さんのここの紐しっかり結んどいてあげてください。自分に合ったものをきちんと揃えるってすごく滑る前の安全守るためにとっても大事なので、このまあプロテクターもそうなんですけど、肘膝この肘膝あったら絶対つけてください。
あの僕たちでも肘膝めっちゃ打つことあって、ジャンプ飛ぶんでプロテクターつけれないんですけど、プロテクターつけたいっていつも思いますもん。痛すぎて次の日何かお仕事があるとか用事がある、学校があるっていう方は怪我防止のために絶対つけといてください。はい、では早速滑っていきたいと思います。最初に初めて滑る方は壁からも離れないようにまず行ってほしいなと思います。こんな感じで、はい、壁についていきます。最初ね、滑るときよく皆さん見かけるのがこうつま先があるんで、こうつま先でこう押しながらこう滑ってる方が結構いらっしゃるんですね。これは結構その転倒につながりやすいというか、この塔を使って歩くっていうよりかはしっかりこの膝を上げながらまずこの普通に歩くように、で壁を持ってこんな感じで、最初はもう本当に氷を滑るっていうよりかはまず一周歩いてくっていう感じでやってもらえたらいいかなと思います。この歩くのができるようになってきたなと思ったら、歩いてちょっと待つ、歩いてちょっと待つっていう感じで、ちょっとずつちょっとずつ前に滑っていった方が安全に練習できると思います。この貸し靴だったりだとか、このついてるエッジっていうのは僕たちが履いてる靴とやっぱ全く違うんですね。比較的もっと軽い靴だったり、エッジももっと滑りやすい靴だったりするので、これで同じことをやろうとはあんまりしない方がいいと思います。本当にこう前に滑る、後ろにも多分滑るのも結構ちょっと厳しいと思うんですね。これだと僕でも結構こんな感じで難しいので、この貸し靴で滑るっていうのが、だから貸し靴で滑る方が難しいって思っといてもらえたら大丈夫かなと思います。だからほんまにこれでスケートやりたいなと思ったら、マイシューズで練習したらもっと滑りやすいと思うので、今は本当にこう前に滑るだけで、前に滑るときはまず最初はこの膝をしっかりこの上げて、塔にあんまりかからないように、塔にかかってしまうとこういうふうにこうこけてしまったりだとかする可能性が出てくるので、しっかり膝を上げる、でちょっとずつ歩けるようになったら前に滑る、もうちょっと滑れるなってなったらそこからちょっと手を離してちょっとこの歩いてみる、で滑る、これがまあもう結構もうバッチリもう100回中100回できますってなったら、この横に蹴るというか、かかとからこのつま先、かかとからこのつま先をくっつける、このちょっと前に向かって丸を描いていくような練習とか、これができたらすごくもうスケート上手な方だと思います。でそこから前向きで滑るっていうのはある程度練習してから、今度は、まあ、後ろ向きで滑れる練習にしていけばいいんじゃないかなと思います。この靴で僕今ちょっとスピン回ってみたんですけど、これがマジで限界なんで、回りたいなって思う方はマイシューズ買ってください。で各リンクに初心者クラス、お教室みたいなのもあるので、そういったところに入ってちょっとずつ練習していけば、なんかこんな感じでちょっとは回れるようになるんじゃないかなと思うんで、北京オリンピックを見てね、本当にこうスケートやってみたいって思う方はぜひ挑戦してみてほしいなと思います。じゃあ今日の動画は以上になります。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。